ルイージ・ベッカリ、ルイージ・ベッカリは、イタリアの陸上競技選手。1932年ロサンゼルスオリンピック男子1500メートルの金メダリストである。ミラノ出身のベッカリは、若い頃には自転車と陸上競技に興味を持っていたが、コーチとの出会いが彼を陸上競技の道に進めさせるきっかけとなった。ベッカリは、 1928年から1931年の1500メートル走のイタリアチャンピオンとなり、1932年、ロサンゼルスオリンピックに出場、1500メートルで金メダルを獲得し人世にして国民的英雄となる。1933年、ベッカリは1500メートルで、フランスのジュール・ラ・ドゥメグの記録と並ぶ3分49秒。 ついでそれを更新する3分49秒0、そして1000ヤードでも2分10秒0の3つの世界新記録を樹立する。1934年の第1回ヨーロッパ選手権でも1500メートルを制覇。しかし、1936年ベルリンオリンピックではニュージーランドのジャック・ラブロックとアメリカのグレン・カニンガムに敗れ、オリンピック連覇はならなかった。べっかりは、 1938年のヨーロッパ選手権の1500メートルでも3位。イタリア選手権でも1500メートルでは1934年から1938年まで5連覇。1935年には5000メートルでも勝利している。競技から引退したべっかりはアメリカに移住し、1990年にこの世を去っている。ありがとうございます。